天津開発地区で世界最大の動物クローン工場の建設が進められています。犬や家畜の複製が計画されており、科学界などから懸念と批判の声が上がっています。先日、中国共産党の中央規律検査委員会は、成都市委員会副書記が重大な規律違反容疑で調査を受けたと発表しました。18代以来、成都で失脚した官僚22人中13人が周永康と関わりがあるとみられます。中国外交部は南沙諸島に民事施設を増設すると発表しました。詳細はまだ伝えられていません。国際通貨基金は30日の理事会で準備資産特別引き出し権の公正通貨への人民元の追加について審議を行います。一方、下落傾向にある人民元について、バンクオブアメリカメロリー・リンチは2016年末に1ドル 7.0 元に下落すると予測しています。新東人テレビがお伝えしました。